前人未到の偉業達成に札幌では号外が配られました。3打席連続ホームランだったので、聞いた時はびっくりしました。北海道に住んでてファイターズ時代から見てたので、すごい誇りに思います。60本は打ってほしいですね。60本塁打60盗塁大谷選手の古巣ファイターズの本拠地でも、朝の準備しててスマホ見るたびに、なんかまた増えてるっていうので本当に驚きました。来年もピッチャーするでしょうし、もう2桁勝利で 50-50 も達成してほしいですね。ぜひ日本に帰ってきてここで試合してほしいですね。